この間サンダーでディスクグラインダーでここ切っちゃって、深さ1ミリ2ミリくらい切っちゃって、整形外科で見てもらったんですけど、縫わなくていいよって言われちゃって、でもう先生がですね、傷パワーパッドって言ってました。これが剥がれたら傷パワーパッドとかを貼ってって言ったんで、まあ、先生もね、このハイドロコロイド普通に進めてましたね。で、傷パワーパッド欠点といえば高いんですよ。でもそんな使わないんですよね、実は使い分ければ。で今回は傷パワーパッドをどうやってそのコストを抑えながら使っていくか、あるいはどういう風にやったら効率がいいかっていうのを考えていくんですが、もう色見てわかると思う通り、これもう相当、もう何年経ってるか全然わかんない。5年くらい経ってるかな、下手したらもっと経ってるかもしれません。普通サイズ、大きめサイズとかってあるんですけど、実は他のメーカーとそんな値段に違わないんですよ。で私がやってるのは大きめを買って、これ大きめサイズなんですけど、大きめ6枚を買って高々569円くらいなんですよ。でこんな感じで自分の都合のいい大きさに切ってやるっていうね、これでも全然使えるんですよ。だから一番楽なのは大きめを買う。で大きいやつにはそのまま貼ったらいいし、小さいやつには半分に切って貼ったらいいっていうで、話終わっちゃうんですけど、今回はそれじゃちょっとつまんないんで、同じ素材を使ったハイドロコロイド包帯、これがですね、なんでこれを買うかっていうと、大きめサイズ買ったとしても大きな擦り傷とかってカバーできないんですよ。そういう時にどうしたらいいかって言ったら、こういうものを買ってですね、切ると、切ってその都度必要な大きさにね、やっていけばコスパは高いんですよ。もう見た目は悪くなるんですけど。で、これがどれくらいのコストパフォーマンスかっていうと、まあ、私のプラン1としては大きめを買って切るっていうことだったんですけど、大きめサイズ6枚入れて569円で、大きめサイズが、まあ、これに入ってるんですけどね、まあ、大体こんなもんだと。これの2倍サイズで、ハイドロコロイドこれですね、768円。じゃあこの768円の随行のね、随行じゃないやつ、会社も出してるんですけど、まあ、これどれくらいの大きさかっていうのをちょっと見ていきましょう。っていうかもう書いたんですけどね、10cm×40cm ってなってて、相当でかい。多分普通の人生死ぬまで使い切れるのかっていう、これは使い切れない。相当怪我しないと。あ、で薄い、薄いけどそこまで薄いって感じじゃないな。薄い薄いとは言われてたんですけど、爪が汚いっていうのは無視してもらってね。保護フィルム込みの厚みなんですけど、バンドエイドの場合 0.7、保護フィルムありで 0.6 とかで、こっちが 0.3、あ、半分だ。薄いかもしれない、うん、半分以下ですね。ちょっと切ってみましょうか。自分の、私の場合今こんな感じなんですけど、ちょっと消毒しようかな。消毒しない方がいいかもしれないけど、汗が気持ち悪いですね。汗が気持ち悪いから消毒。あ、だいぶ傷は塞がってきたな、うん、肉がくっついてる。あんまり負けたくないですけどね。いくらコスパ高いって言っても、もう完全なファミリーサイズですね。これファミリーでも使い切れないわ。だからこれは予備で持ってるんじゃなくて、本当に大きくて広い範囲を怪我した時にこれ買うって感じですね。ケチる必要が全くないんだもんな。いや、ケチっちゃったわ。違う、ケチる必要ないんだわ。またと汚いけどいいです、見ないから。でこれを剥がして、あ、うっす、あ、でもね、その代わり伸びるな。こんだけあるからね。こんだけ。これバンドエイド。家族用。いや、使い切れないわ。